ひなぎく、蝶は、ハンスクリスチャン・アンデルセンの創作童話の一つ。本作品は、童話と物語の新集、第二巻、第二冊に、氷姫、プシケ、カタツムリとバラの木と共に収録され、1861年11月にコッペンハーゲンで刊行された。蝶が可愛い花を、お嫁さんにしようと考えた。蝶は、良いお嫁さんを選ぶために、 ひなぎくに花占いを行うよう頼むが、未婚者のひなぎくを、奥さんと呼んでしまったためひなぎくから相手にされない。蝶は仕方なく求婚の旅に出ていろいろな花に出会うが、高望みをする蝶の気に入る者はいなかった。春が過ぎ、夏になり、やがて秋になってしまった。最後に、蝶は、発火草に求婚するが、生き遅れた者同士で結婚などいけませんと、たしなめられる。 年寄りの一人者になってしまった蝶は人間に捕まり、標本箱に収められる。綺麗に飾られて気分が良い蝶だったが、思ったよりも居心地が良くない。結婚も、このように良い,いものではないかもしれないと蝶は自らを慰めるが、鉢植えの花から、情けない気休めと言われてしまう。本作品ではフランスで行われている花占いについて語られている。フランスでは、 下記のように一言ずつ言いながら、ひなぎくの花びらを一枚ずつ抜いていく。イール・エム・エメ、彼は、私が、スキウンプ、少し僕、たくさん、パスヨネマン、情熱的に、アラフォーリー、気が狂ったように、パジュトゥー全く本作品中、年寄りの独身者を、胡椒の手代と表現しているが、アンデルセンの別の動画、一人者じいさんのナイトキャップでは、胡椒の手代について、 下記のように説明している。デンマークにおいて、ドイツの大商人が手代を用いて、商売をしていた。手代は特に古生を大きく取り扱っていたので、古生の手代と呼ばれていたが、彼らは本国から派遣される際に、デンマークにいる間は結婚しないという契約をしなければならなかった。そのため、古生の手代が年寄りの独身者を意味するようになった。ありがとうございます。